ラミッドに隠された謎。ピラミッドは古代エジプト王の墓というイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。確かに中からは豪華な装飾品がたくさん見つかっており、王の亡骸と一緒に納めたのではないかといった考えもできそうです。ですが実際に内部を見てみるとその説が疑わしくなってくるんです。実は王の墓という割にはほとんど飾ったような様子はなく、豪華さを感じないそうなんです。またピラミッドは花崗岩と呼ばれる石材を使っているのですが、花崗岩はピラミッドのあるギザの周辺からは見つかっていないと言います。では一体どこから大量の花崗岩を持ってきたのでしょうか。実はナイル川を約1000キロ遡った場所から船などで運んできたという話があるんです。当時はまだ石を運ぶ技術もそこまで進歩していなかったと思われますよね。そんな時代に1個あたり平均 2.5 から7トンもある石を230万個もどうやって運んだのか。一説にはピラミッドの建設当時はナイル川がピラミッド近くまで流れ込んでいて、花崗岩は浮き輪をつけて持ち上げ、運河を利用してナイル川上流から運ばれたという説もあるようですが、当時の技術でそれが可能であったかはやはり疑問です。そのためピラミッドは建設方法が解明されていない謎の建造物と呼ばれているのです。